皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさっちーです。今日の動画はこちら。最近風邪をひいてしまったので、免疫力を高めるためにビタミン C の豊富なさつまいもを焼き芋にして食べたいと思います。今回は紅はるか、紅あずま、シルクスイート、安納芋、ナルト金時、パンプキンスイートの6種類のさつまいもを買ってきました。どんな特徴があるか食べ比べしていきたいと思います。焼き芋を作るのに欠かせないのがこの黒ホイルです。普通のアルミホイルより熱吸収性が良いので、短い時間で糖度が増えて甘くなります。黒い面を表にするようにして包みます。さつまいもはしっかり洗っておきましょう。普通のアルミホイルと焼いた時どれくらい違うのか、一つだけ試してみたいと思います。今回は量が多いのでオーブンで焼きましょう。180度で40分焼いていきます。焼けたら30分ほどオーブンにそのまま放置しておきましょう。じゃーん、できました。美味しそう。こんなに6種類ものさつまいもが揃うことってなかなかないですよね。ではまずは紅はるか、チューチューのお芋。美味しそうに焼けてますね。かなり甘いです。結構紅はるかはねっとりしてますね。これサイズが大きいんで、中はちょっとまだホクホクしてる感じなんですけど、もうちょっとちっちゃく切って同じ時間焼いたら全部ねっとりなりそう。全体的にね、繊維質は少ないです。次は紅あずま、関東のお芋。紅はるかと名前が似ていますが、どう違うのでしょうか。紅あずまは普通のアルミホイルでも焼いていたので、断面を比べてみましょう。比較すると、右の黒ホイルで焼いた方がしっかり熱が通っていて、色も甘そうな感じがします。じゃあ黒ホイルで焼いた方から。紅あずまの方が粉質系でサパサパしてる感じだからね、お茶とかがないと結構喉に詰まりやすいですね。甘みもさっきの紅はるかの方がねっとり濃厚な感じで、こっちは割とさっぱりしてる。でもすごい美味しい。ホクホク系のお芋が好きな人はいいんじゃないですかね。じゃあちょっと普通のアルミホイルでやった方、全然違うんですけど、まずね、甘さなんですけど、やっぱり黒ホイルで焼いた方がやっぱ若干甘いなって感じる。で、一番の違いは食感かもしれないですね。黒ホイルで焼いた方はお芋がすごいなんかこうふんわりふっくら仕上がってる感じです。中心部までホクホクしてる。こっちの普通のアルミホイルの方は結構長時間焼いたんですけど、なんか完全に焼ける一歩手前みたいな感じで、変な歯ごたえが残ってるっていうか、あと水分がちょっと飛んじゃってパサパサしてる感じがしますね。なんでだろう。しっかり包んだんですけど、やっぱり黒ホイルの力すごいなって改めて感じましたね。じゃあ次はシルクスイート、滑らかなお芋。これはサイズが大きすぎたので、この後600ワットで1分半ほど加熱して食べます。私この品種のお芋動画で1回食べたことあるんですよね。わー、綺麗な黄金色してますね。なんか今食べてきた3種類の中で一番甘い気がします。そしてやっぱりその名前の通りシルクスイートなんで、すごいこう口当たりが滑らかですね。繊維質が一番少ないです。そしてお芋自体の水分量もすごく多いんで、こうちょっと噛んだ時に滴が垂れるようなみずみずしさがあります。これも紅はるかと一緒でねっとり系のお芋ですね。もうシルクスイート買っとけば焼き芋間違いないって感じしますよね。次は安納芋、種子島のお芋。今回のお芋たちの中で一番割高ですが、ファンの方も多いですよね。
ね、さっきのシルクスイートも甘かったんですけど、結構後味すっきりするような甘さだったんですよね。安納芋はもう後味もずっと残るような強い甘さです。色もかなり濃いですよね。焼く前は表面とかも白っぽくて、なんかちょっとおじいちゃんみたいなんですけど、やっぱり中身はね、こうねっとり系お芋の代表格って感じですね。でもね、繊維質は全然シルクスイートよりもしっかりしてて、気をつけないと歯に詰まる感じですね。安納芋ってちょっと小ぶりだし高いんですけど、1個でねぐんと秋を感じられるお芋なんじゃないかなと思います。じゃあ次は鳴門金時、徳島のお芋。ナンバーワン、これもね粉質系ですね。なんかこうジャガイモの男爵芋みたいな、かじるとちょっとホロホロホロってするようなホクホク加減です。なんかこう食べてると、さつまいもってこうねっとり系の方がやっぱ甘みが濃くて強い感じがするんですけど、鳴門金時も結構しっかり甘い感じがします。まあすっきりはしてるんですけど、なんか天ぷらとかにしてもすごい美味しそう、このホクホク感。繊維がね、この皮の下に縦にびっちり並んでるんですけど、すごい柔らかいんですよね。だから中のホクホクしたところと一緒に綺麗に噛みちぎれる感じ。じゃあ最後はハロウィンスイート、三好アグリテックのお芋。私ね、このさつまいも初めて食べるんですけど、なんかね、幻のさつまいもって言われてるらしいんですよ。結構新しめの品種らしいんですけど、なんか安納芋と比べても安納芋がかすれるぐらいオレンジですね。とりあえず食べてみましょう。さつまいも自体は結構ねっとり系で濃い甘みがあるんですけど、結構人参に近いような甘さです。フルーティーな感じっていうか、なんかこれすごいオレンジ色じゃないですか。ベータカロチンっていう人参とかに含まれてる成分が普通のさつまいもの100倍近く入ってるらしいんですよね。それも関係あるんですかね、味に。あ、でもすっごいすっごいねっとりしてるところはやっぱりさつまいも感は強い。ちなみにベータカロチンは粘膜を強くしてくれるって言われてるので、喉とかね、鼻とかね、風邪でダメージを受けた方にもおすすめです。ごちそうさまでした。今日は風邪にいいビタミンをたくさん体に取り入れましたね。今回6種類のさつまいもを食べ比べたんですけど、全部スーパーで買ってきたんですよね。結構ね、スーパーにもすごいいろんな種類が置いてるんですよね。やっぱさつまいもってお芋系の中でも消費者の方が自分でこう品種を選んで買う傾向の強い食べ物だなっていう風に思います。だから品揃えも他のお芋に比べてこうしっかりしてるなっていう印象がありました。でもね、ネットを見ると結構その焼き芋食べ比べセットみたいな、そのお芋のいろんな種類を1セットにして販売してるサイト結構あるんですよね。で、そういうサイトで今回結構ハロウィンスイートがそのセットの中に入ってたんで、今回選んでみたんですけど、すごい美味しかったです。ちょっとインパクト強めなさつまいもでした。このね、黒ホイルもすごい良かった。普通のアルミホイルと食べ比べしたことなかったんですけど、今日改めて分かりましたね、この黒ホイルの凄さが。で、なんか SNS の情報によると、この黒ホイルダイソーにも売ってるらしいんですよ、100円で。これスーパーで買ったらね200円ぐらいなんですけど、だいたい15回分の焼き芋を楽しむことができます。ダイソーのも同じ大きさなのかな。でも100均で売ってるってだいぶ手軽に買えますよね。気になる方は100円ショップに足を運んでみてください。そして今回量が多かったんでオーブンで焼いたんですけど、オーブントースターとか、あ
と魚焼きグリルとかで焼いても美味しくできるみたいなんで、私欲張っておっきいお芋を焼いてしまったんですけど、お芋はまあそうですね、お芋はだいたい 4,5 センチぐらいの直径だと短時間でもね、そのお芋の良さが 100% 引き出されるような焼き芋に仕上がると思うので、そこねうまくカットして調節して焼いてみてください。で今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を見て焼き芋が食べたくなった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。パラカルトのおさちでした。よし、バイバーイ。